こんばんは、わわん。サインありがとう、楽しかった。嬉しい。楽しかったでござるます。めっちゃ楽しかった、今日も。今日もファンミニサイン会に、スペシャル撮影会にお見送りに、とても楽しかったでございます。よいしょ。見て、今日の髪型は見てください。ねじりハーフチュインでござります。どーん、かわいいでちょう。かわいすぎて外したくない件について、かわいいね、キュバらしい髪型も。でも昨日のくるくるのコルネツインもちょっと良きですね、かなり。とコルネツインの TikTok 上げたので見てください、みんな。みんな見てください、TikTok。研究生の方であげたのね。ひなちゃん見るために昨日ショールーム入れました。嬉しい、ありがとう。嬉しいでござります。毎週イベントあって楽しいですね、本当にね。なんか私物サイン会初めてでめっちゃ楽しかったです、本当にめっちゃ楽しかった。衣装良かった。そう、そういえば今日衣装アイアムアイの衣装だったんでちゅね。久しぶりにアイアムアイ衣装着ました。なんか初心を思い出すという感じです。壁はなかったっすね。なんか面白い私物、なんだろう、面白いの。なんだろう、面白いの。でもなんかみんな意外と色紙とか、なんか色紙とか結構普通の、なんかみんな色紙とか持ってきたりうちはしてて、おもろくはないけど、なんか時計ね、時計いました。なんか私たちのイラストを描いてくれた時計、あれめっちゃ嬉しかったとか見ました。そう、嬉しかった。結構でみんなスマホケースとかもめっちゃいて、でもなんか高そうな服とかカバンとか財布、ちょっとあのサインするのが怖かったです明らかそのお財布とか服高いよね、上着みたいな、なんかジャケットみたいな、いやそれ書いていいのっていう。そうちょっとためらいました。何回も5回ぐらい聞いた。え、これ書いていいんだよ、ここで合ってる合ってる合ってる、大丈夫大丈夫、書くよ、 OK、 あるよ、 OK 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 って感じでちょっとビビりましたねあ、でもね、なんか今回はなんかこれ持ってきちゃダメだよっていうのがね、 AKB のグッズとかあったんですけど、結構持ってきてる方いたので、あんまりねちょっとそういうのがあると次回できなくなっちゃうから、そうちょっとねそこだけはよろしくお願いします。そう、禁止されちゃう、今回はダメだよって言われてるグッズねだと、なんかさ、そうちょっといろいろ規制しなきゃいけなくなっちゃったり手間がかかっちゃったりね。あ、それあると今回はあの次回からダメだよってなっちゃう、もうじゃあこのなんかイベントできなくなっ、やめようかってなっちゃうので、そうちょっとそれはね、そう2部はちょっと持ち物チェックすることになっちゃったり、そうそういうことになっちゃうので、ちょっとそこら辺はねぜひぜひちょっとよろしくお願いしても、そうなんか額に入ってるから OK とかちょっとあんまりダメですね。AKB のグッズ、あと雑誌は他の方の肖像とかもあったりするので、あのちょっと控えていただけると嬉しいです。そうなんか本当にそう
コンの蓋はいなかったね、ひやちゃんが言ってたけどダメだったからね。でもそこら辺はみんなちゃんとしてくれたから、そう、なんかわかんない、ギリギリのものはわかんないねっていうのはあるけど、なんか公式からダメですって結構ちゃんと言われてるものは、あのそこは結構注意してください。そう、書いてなくてそこでダメって言っちゃったら、あの本当申し訳、こちらが申し訳ないせんって感じなんだけど、そう、ぜひぜひちょっとルールはよろしくお願いしますね。みんなの私物書きたいから、特に AKB のグッズとかはちょっとね、そうあれですね、そうダメって言われてるものは一応守っておきましょう皆さん。そうそう、でもみんなの服とかサインできて嬉しかったです。なんかみんなこれ仕事の時に持ってるんだみたいなやつとか、そうサインできてめっちゃ楽しく嬉しかったです。なんか仕事中とかも、あこれ持ってもらえるんだなと思ったら嬉しかった。そうね、5人分サイン書きますので、私物は楽しかったね。アンネームはなんか結構いろんなイベントがあっていいよね。私物サインとか初めて、いつも色紙とかにしか書かないから、服なんかカバンとか書くのドキドキしちゃった。やっぱ楽しかったです、よかった。タトゥー用紙にサイン書いてもらってそのまま彫り師に彫ってもらうか、いかつ、いかつすぎやろ、それはいかつすぎやん、いかつすぎるやろが。早速家に飾ってる、嬉しい、大事にしてねみんな、売らないでね。楽しいね。今日はねじりハーフツインして、昨日はコロネで、どっちもめちゃめちゃひなちゃん的にビビッときてるのでハマりそう、この2つの髪型。かわちい、めためたかわちい、マジでかわいいな。髪明るくしたくなってきちゃうね。今日は写真も撮ってもらえて嬉しかったです。ちょっとなんかゴージャス、なんかすごい、このやっぱねじりハーフツインでまとまりがいいよね、なんか見た目のね。私ハーフツインよりねじりの方が好きかも。可愛いな、画面越しでちょっといいなって思っちゃうぐらいには良い。うん、わかんの。じゃなくても最近メイクが行方不明で、なんかね、なんか本当に今日なんか血色が目とかなくて、ちょっと自分のためにもさ、勝手にさメイク解説していい？今日は青みの紫系の薄ピンクをこのまぶたにちょいって塗ったんですけど、なんかあんまりわからないですね正直。まあ画面だとわかるけどあんまりわかんなくて、下まぶたはウォンジョンヨンのあのキラキラのペンシルなんですけど、まあいい感じ。もうアイラインは見て、もうここかなんか、まつげ、眉、まつげの廃業までしか書いてないの、時間なくて。でもさ聞いて、今日ねまつげがもう多分今世紀最大にうまくいったの、多分これ以上うまくいく日はないってぐらいうまくいったから見て、ちょ綺麗すぎません？これ
多分私今月とかじゃなくて来月とか今年とかじゃなくて今世紀で私これ以上うまくいく日ないと思うんだよね。最近左がうまくいかなかったんだけども、左と右均等すぎません？これすごいわ。ピンセットでやってます。でもメイクこれとチークぐらいしかなんかもはややってない。なんかもうどうしたらいいか分かんなくて、もう一周回ってまつげぐらいしかバチバチにしてないです。これなんかもう韓国アイドルのまつげみたいじゃない？すごいわ、綺麗。自分でも見とれちゃう。ブリーチ買った。だから今日美女最高でしたね。マスカラはエチュセの下地と魔女魔女の黒のマスカラ使ってます。それでもべちょべちょにしてやってる。素敵素敵やなね。11月になったら会える機会増えるし、今月も会えますし、素敵だね。11月写メツーショット写メ会ありますが、皆さんもちろん来てくれますよね。来てくれますよね。ヘムヘムフムフムハムハムヘムヘムフ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 ムハムハムヘムヘムフムフムハ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 ムフムフムヘムヘムハ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 ム。なるほどね、もちろん来てきますよね。ツーショット写メ会もちろん、ああもちろん来てくれる、嬉しい、ありがとう、ありがとう、こつラーメン嬉しい嬉しいですね。ハムハム嬉しい。ツーショット写メ会アルバムね、まああれですね、まあ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 、今回は部が増えたので皆さんに会える日程も増えるというわけでござるますよ。どうですか皆さん、もちろんロン楽しみですよね。ひなちゃんは楽しみですよ。ちなみにツーショットサーメン会、サイちゃんの話しに行きます。おいでおいで、サイちゃんマウント取ってやるよ。やった、嬉しい。今何時半、第2販売の明日までですかね。3時販売は第3販売の3時、明日までかな、明日の昼まででしょうね、確か3時販売が。みんなぜひ申し込んでね。部減りたくないな、悲しいから。ひなちゃんっぽいポーズとかあるのかな。猫ちゃんとか。第2販売の30受け付けだよね、当てた、よしよし、明日までですから。2人で咲くってさ、じゃあみんながこうやってやって、おやばい、14日連続配信だって、嬉しい。15分経過しました、14日連続配信中、2週間続きました。これひなちゃんの人生の中の続いた歴だとかなり上位かもしれない、上位だと思います。私の人生の続いたランキングトップ5ぐらいに入りそう。うん、多分ガチ。1週間すごい、嬉しい。トップ1
小学校とか6年か。あでもプールかな、あでもプールとか小学校が6年続いてるでしょ、トップワンじゃん。で2位とかが多分高校とか中学でしょ、3年でしょ。でその他もろもろあって多分5位ぐらいだと思う。これすごい、やったん。あそうそう、社名会30受付明日までだから絶対にみんな受付に応募してくれよな。そうですね、まあひなちゃんはまあまあまだ私なので焦るってはいないですが、そう増えて完売なくなりましたとかちょっと本当に悲しいので、ぜひ皆さん来てください。まあ絶対に無理、あの私アンネームとかもある、アンネームもあるしね、いろいろあるので、皆さんの無理のない、あの皆さんのエンジョイできる範囲の中で私に会いに来てください。私もうその分の愛はちゃんともちろん当たり前に倍にしてお返しします。エンジョイできる範囲で、あの生活できないとか言われたらあの困っちゃうので、皆さんの中で楽しく来てください。倍返しですよ、もちろんね、あの時間やお金やさまざまなものをかけてね会いに来てくれているので、本当に感謝しないといけないです。マジで頭が上がらないってこういうこと、ほんまにこういうことなんですわ。緊張する？大丈夫、緊張するかもしれないけど緊張を和らげさせてあげるよ楽しみにしてます、これは絶対。そうまた来たいってなれる自信がありますので待ってます。そう頑張ろう、楽しもう。じゃあ関係ないんですけど、あひなちゃん意外とフランクやし優しいよね、いいこと言うじゃん。そうなんかもうね、何回もね言った気がするんだけど、そうなんかねクールに見えるって言われるから、よしそのイメージをなくしてやるぜって思ってショールームを始めたので、そうやって言ってもらえて嬉しいです。嬉しい、クールに見えるよね言われる。愛は倍にして返さないといけないので、ショールーム面白いって本当？でもね最近いっぱいは、でもマジで配信やってから配信見てるよってそう言ってくれる人とか増えてめちゃめちゃ嬉しいでごわんす。関係ないんですけど最近本当に朝起きられなくて、携帯の、 あの目覚ましじゃマジで起きれなくて目覚まし変えました。ねえねえアンネームのさアルバムさにさあの中にさなんか入ってるとかある？知ってるんだっけみんなって。
よし。そう最近ね、そうで目覚まし買ったんですよ私。そうマジで起きれなくて、そう目覚ましマジで買ったんです、起きれなすぎて。さっき電池が割れた、うわなんか音鳴った、怖見て、目覚まし買ったんです。そうこわ怖いな。そう本当携帯じゃマジで起きれなくて、そう本当に買ったんですね。ただ使い方が本当に分かんないんですけど、どうしたらいいと思う？アップダウン、アラームタイム、あ来た。ちなみに明日は7時ぐらいに出ます。だから6時ぐらいに起きたい。あ6時に起きます。アラームオン6時、アラーム2、今の時間にしてみていい？え、なんかできないんだけど。来た。じゃあ。早い？まだみんな何時に起きてんの？いつも。ちょっと中身の話はスルーして。何時に起きんのみんな？何4時？8時55、遅4時早すぎる。学校ある日は6時、マジ学生つら。学生5時、早いな、早くない？5時とか4時とか。ロペの時間、あおもろいね。6時半で会社、3時、もうそれ夜やん。みんな早いね、な早起きだねみんな。みんな本当に早いね。大丈夫？6時にアラームセットして7時に起きる。あ、あるあるよね。わかんの。早いね。みんな仕事があると早いんだ。辛いね。10時。遅い。遅いね。今は10時56分。みんな何時に起きるんです？本当に。仕事、お仕事あるとそんなに早くなっちゃうんだ。じゃあ、OK。アラームに59分にセットしました。爆音だったらどうしよう。中ぐらいにしとくね、音。さっき電池入れたから。早いね。じゃあもうなんか携帯の目覚まし本当に起きれなくて、なんかさ全然聞こえないの。本当に起きれなくて。シールどうやって剥がすの？これか。剥がした。サエチも朝弱いね。でもサエちゃんは19歳、そう遅刻をねしないで頑張る、寝坊とかしないように頑張るらしいので、そう今プチプチ潰してた。あ
ップルウォッチつけてないと振動きますよ。わかんの、わかるわかる、知ってる知ってる。それで一時期めっちゃ起きれたんだけど、アップルウォッチをつけて寝ることがむずくてですね、充電してなくて、そう、プチプチの仕事したいよね。いい音じゃない？いいね。明日私朝早いんですよ。明日早くてマジで。そう。来る、そろそろ。今。やばい、あ、待ってください。そもそも今12時39分でした。それ鳴らないわけだ。待っても鳴らないわけだ。何これ見て。何これ。これちなみにどうやって時間合わせるんです。これね、時間の合わせ方わかんないんだけど、タイムセット、ウェーブ、わかんない。助けて。これじゃあさ、これじゃあさ起きれないよ。え、電波時計かもわかんない。あ、来た。なんか1月1日になっちゃった。やばい、手動かも。マジ今日付合わせしてるんだけど、が近いな。マジ手動、今日20日ね、時間、うん、手動だった。マジかよ。リセットしたらいいのかな。電波時計ガチ、どうしたらいいのこれね。設定してる前に朝来るんだけど、これほんとこれ何か、ここ何、怖っ。こんなんで起きるのやだ。もう起きらんそう。え、これなんすか。どこでこれやんの。これリセットしたらいいのかな。ちょ、リセットがさ細すぎて押せないんだけど、どうしたらいいの。いいこと考えた。ねじりハーフツインのピン。リセット。電池抜いて入れてリセット、動かさないでそのうち合う。なるほど。じゃあ電池抜きます。電池抜いて、入れて、入れてリセット、リセット、放っておいたら合うらしいっす。動かさないでそのうち合う。ほんまか、ほんまか。まあいいか。
うん、強制受診ってなんだろう、全然分からんけど、まあ、うまくいくでしょう、なんとかなるさ、なるなるさ、なんとかなるさ、もじゃもじゃ、じゃあに合うのかな、電波いいところ、まあいいや、みんな SNS 見てくれましたか、 TikTok もインスタも Twitter もメールも送ったから、みんな全部見てね、みんな全部見てね、見た？嬉しい、やったー、ありがとう、全部見てね、お話し会の2時販売30受付明日の12時までだから、みんなぜひぜひ申し込んでね、みんなに会えるの楽しみにしております。そば食いたくなってしまった、わしも食べたいべ、昨日対バンしたワンラブワンハートさんの曲めっちゃ良くてハマっちゃったから踊っちゃった、いい曲だわ、そうめっちゃ可愛いから真似しちゃった、いい曲でちょ、見てねん、二次受け付けでしょ、 あの通所写メ会お話し会二次販売だから、うん、まあ 3,4 販売ぐらいまでにはですね、完売で出したいなって思ってます、頑張ります。じゃあそろそろ終わろうかな、ランキング読みます、時計合う気しないけど大丈夫そう、これ合ってる、本当に大丈夫そう、これほんまに大丈夫そう、信用ならんなこの時計、多くの人に知ってもらいたいですね、ほんまに頑張ります、はい、そう目覚まし時計を買ったという姿勢だけをアピールしたい、買いました、やる気の姿勢ね、そう、じゃあ波、右上なみなみなってる、あんかなみなみなってる、 W にこの風マークがついてます、 W にこの風、そうなってる、まあ TikTok も見てね、
TikTok はね今取りだめあと2つあるから。最長でも16分以内や。16分なっか。そのうち寝落ちしてるかも。大丈夫だ、 W の風マークあるから。そうフルーツジッパーさんのこれとワースタさんのね、あのこれあるから大丈夫そう。投稿します。最近投稿頻度高すぎチャンネルだから。じゃあそろそろランキング読みましょう。でもこの時計がちょっと本当に不安。寝落ちするよ本当にひなちゃん。あでもまだ髪の毛落としてないし、メイクも落としてないから先にメイク落としてその間に会うことを願おう。でもこのまつげもったいなくてメイク落とせない。目だけ切り取りたいぐらい、もうここだけパカッて切り取りたい。今日のまつげだけパコーンって切り取りたいですね。じゃあランキング読みましょう。よいしょ。ランキングどこだっけな。あった。ではいきますね。ねニューなんかびっくりした。ではいきます。13位りょうさんありがとうございました。12位ゆういちさんありがとうございました。11位しんやさんありがとうございました。10位ピロピロターンありがとうございました。9位たかひろレインボーさんありがとうございました。8位 DD じゅんさんありがとうございました。7位ピロシデスさんありがとうございました。ピロシ。6位ガンバレットさんありがとうございました。5位ももちゃんありがとうございました。4位ももの旦那さんありがとうございました。3位つなちゃんありがとうございました。そして2位356たけさんありがとうございました。1位ひげのみずさんありがとうございました。皆さんありがとうございました。あなんか順位変わったんだけど読み終わった後に。じゃあちょっと読んでない人だけ言うか、申し訳ないから。いるかな。あーじゃあちょっと変わった。ひなのちゃんだけが好きなたぬきちうれちありがとうございました。お変わってない。よしいい感じ。これこう変わるの不思議だね。どうしたらいいんだろうか。いやーとてもとても楽しかったでございます。まあ私が寝落ちする前にこの時計が合うことを願って、なんかみんなの通り窓側に置いてみるね。窓側に置いてみます。じゃあ皆さん本日もありがとうございました。またね。しつこいけどみんなスショと写メ会ぜひ応募してくれよな。はいバイバイ。